はい、今日も始めたいと思います。毎週日曜日恒例の大冒険ハウス。はい、この時間がやってきまいりましたね。前回質問コーナーということでね、質問を募集したのですが、どんな質問が来てるか見ていきたいと思います。どうやってみんな？これは僕は何回だって何十回だってどれだ？タグケンハウス、どれだどれだどれだ、やばい、ちょっと普段の感じが出まくってる。これはやばいね。タグケンハウス、あった。質問コーナー、どれだどれだどれだ、こりゃ第5弾。74件多いな。はい、答えれる分答えていきたいと思います。それでね、リンダン選手の話は面白かったです。私は動画や試合会場で観戦するだけですが、実際にタコさんがいろんな対戦相手をどう分析していたのか教えてほしいです。まあこれはね、日本人の選手、当時は日本人の選手でみんなに言えたことだと思うんですけど、なんて言ったらいいのかな、まあ簡単に言うと、まあ、当時僕がやった時は、当時リー・チョウがやったリン・ダンとかね、まあいろんな中国の選手とか強い選手とかいっぱいいて、まあ変な話、なんていうのかな、まあこれはよくね、外で、まあ、いろんな人にね、そういう質問されるんですけど、簡単に説明するときに使うんですけど、まあ変な話、リン・ダン・リー・チョウはフェラーリだったりランボルギーニだったり、まあそういうね、まあ、スーパーカー、あのスポーツカーですよね、スピードで言ったらスポーツカーで、まあ僕なんかは変な話で、まあ、どんな車でもいいんですけど、まあそんなに速くない車ですよね。でもそれと戦わないといけないっていうね、当時のもう状況で、もうどうして、変な話、普通にね、よーいドンね、 100m 走200メートル走やっても、もう一瞬で行かれちゃうので、だからそういう人たちにどういうふうにして勝てばいいかっていうのを考えてやってましたね、当時は。まあ例えばだけど、そのスタートの部分、スタートの部分を、僕のバドミントン論っていうのは基本的に自分が 100% の力を出そうと思っていることはほとんどないです、試合の中で。当時はね、自分が 70% しか出せませんでしたと。試合の中でね、クオリティとして、そのいろんな戦術面、ね、パフォーマンス、すべての70%、変な話、50% でもいいです。でもその代わり、相手のそのパーセンテージを、まあ、もちろん自分より低くですよ。もちろん自分より低くですけど、なおかつ、まあ変な話、僕が 70% しか出せてなくて、相手が 70% だし、それでも勝てないわけですから、用意どんでもう抜き去られちゃうわけなんで、自分が 90% 出せるところをあえて 70% にして、相手のパーセンテージを下げる、これもかなり深いですね、かなり難しいですけど、そういうことを意識してやってましたね、当時は。どういうふうに相手のそのいい部分を出させないか、どういうふうにやったら相手がちょっとでも迷うか、なんていうのかな、ちょっとでもこう、何、気持ちよくプレーをさせないっていうか、そういうことを常に考えてやってましたね、当時は。そういうのをね、当時はすっごい考えてやってた記憶が今でもありますね。本当にね、普通に用意ドンしても絶対無理だったんで、当時。で、まあ、ね、なんて言ったらいいんだろう。でもその選手に、勝ちたいっていう風な思いはあったので、そういう強い選手にね、どうやってやったら勝てるか、どういう風にやったら
なんていうのかな、こう相手が嫌がるとか、そういうとこを常に考えてましたね。普通に変な話、当時だったらマリー・チョウやリンダン選手と同じようなプレーをしても全く無理なので、話にならないので、うん、だからそこの部分をね、できるだけ自分の色を出しながらも相手の色を出させない。で、色、自分の色を出しすぎても相手の色が出てもダメなので、そこの部分も結構難しくて、自分の色が出すぎて相手の色が出すぎても無理なんで、自分の色を出しすぎないでもいいから相手の色を出させない。うん、すごいちょっと深いですけど、うん、結構ね、そういうちょっとあのぶっ飛んでる、なんていうのかな、ぶっ飛んでる領域じゃないけど、ちょっとそういう風な考えが当時ありましたね。本当なんていうのかな、もう紙一重なんですよ、そこって。うん、一歩間違ったらもう一瞬で行かれちゃうし、やばい、ここで行かれたなと思ったところで相手がなかなか来なかったり、それはその前のね、ジャブがいろいろ効いてて、まあ相手が戸惑ってると、相手が少しちょっと迷いが生じてて、なかなかその、うまくアクセルを踏めないと、ブーンって行けるところをね、なかなかそういう風な、風に外れてないジャブが効いたり、まあそんないろいろな経験がね、当時はありましたので、まあそういうのもね、少しずつ説明していけたらいいと思います。まあ今の話でね、ちょっとね、話結構深かったと思うんですけど、まあそう、多方形はそういう風な感じで当時やってましたと。さあと。次。なんかあるかな？いろいろあるな。タゴさんが憧れの選手なんですけど、タゴさんみたいに軽いフットワークができません。フットワークのコツとかありますか？フットワークのコツ？フットワークのコツ？難しいな。あの動画で結構自分なりに全力、自分の全力を出してあの伝えたつもりだったんですけど、このあのタゴ犬の方のね、本チャンネルの方で伝えたつもりなんですけど、うまく伝わってなかったのかな。フットワークのコツ、まあフットワーク自体はやっぱり何かっていうと、まあ全ての練習そうですけど、フットワークも含めやっぱり試合のために、試合で勝つために、そういうフットワークだったりね、ノックだったりパターン練習っていろいろやるわけで、やっぱりその試合に近づけるような、常にその試合と同じイメージを持っててフットワークができてる選手ってすごい少ないと思うんですよ。だからそういうことを意識してやってほしいなというふうに思いますね。うん。そこの振り方が違うとか、そこの入り方が違うとかっていうのはもうその次なので、まずはそのね、ちゃんと試合のイメージを自分で持ってて、ちゃんとフットワークができてるかと。うん、そういうイメージ。で、僕はフットワークの練習は当時やってましたね。うん。なるべく試合に近づけれるような、うん、だってその試合でどういう球が来て、どういう風に返していかないといけないっていうのも自分でしか分かんないわけで、でちゃんとね、自己分析をまずやること、自分はここがちょっと苦手だな、じゃここに打たれた時にちょっとここが遅れるから、ちょっとここを意識して集中してやっていこうっていう考え方がちゃんとできれば、フットワークもすごいいい練習になると思うし、うん、まずはその自分のイメージで、相手選手誰でもいいですけど、うん、相手選手を交えた中でイメージをちゃんと自分の中で作って、あのコートの中でフットワークね、シャトル打たないですけどフットワークなんで、うん、そういう風な感じでやってほしいなっていう風に思いますね。何かあるかな他に。 E4 でのプレーは好きですか？好きっていうか、まあ好き、まあ、もちろんね、すごい、あの選手もすごい選手なので、すごいプレーをするなっていうふうに思いますけど、まあ、当時はね、僕がまだやってた頃に関しては、まだその、まあ今ちょっとね、亡くなってしまったんですけど、ジュン・ジェソン、パートナージュン・ジェソン選手とね、あの時は強かったですね、好きなし、うん、見ててね、打ってもダメ、レシーブしてもダメ、うん、相手選手がね、もう全部ダメですね。うん。
見てて、なんていうのかな、わあすごい硬い、わあこれはもう壁だなっていう、うん、ですごいイオンデ選手とかプレー堅実なんで、うん、本当ね教科書みたいなプレーする選手なんで、うん、まあそのね自分の1個上の選手なので、まあジュニアの頃からよくね知ってまして、まあ結構ねやっぱオーラあるんですよイオンデ選手。結構他の韓国選手と違って結構なんていうのかな、まあもう見てれば分かると思うんですけど、結構もう、まあ、とりあえずかっこいいでしょ一つはかっこいいし、やっぱりちょっと俳優っぽいでしょ。なんかねちょっと違うオーラがあるんですよ。バドミントン選手としてもオーラはあるんですけど、ちょっとねそれ以外の部分にもすごいオーラを感じてた印象がありましたね当時は。だからなかなか話しかけづらいという、うん、そういったイメージを持ってた記憶があります。シングルスの試合一番大切なショットは何だと思いますか？シングルスの試合で一番大切なショットは何だと思いますか？前2点と横2点だよね。だからその、まあ、やっぱディフェンスの部分、それはすごく大事で、やっぱディフェンスの部分で最もね重要となってくるのはやっぱロビングですよね。ロビングがどういう風に出してるか で相手のね ここに入れれてるか入れれてないか、まあ、それもちょっとねまたねぶっ飛んだ話になってくると思うんですけど、ちょっとしかないんですよ、ちょっとしかないんですけど、そこを点で狙うんじゃなくて、そこをタイミングと相手の準備不足を狙う、うん、そういうねロブがね結構深いんですけど、そういうのがあって、うん、僕的にはそういうところを意識してね、うん、相手が体が伸びきるところ、難しいな、なんで説明してるか分かんねえや、すごい難しい、うん、ちょっとそれねちょっとこれ考えてやっていきたいと思います。これからすっごい難しい、うん、こうね例えばだけどこう高さがありすぎてもここに入れた場合、まあ、高さがありすぎる分体が間に合うでしょね。でもそれが低すぎてもここで取られちゃうと、そのねこのその部分、ちょっとした部分、あこのまましか取れない、このまま対応するしかないっていうね、そういうロービングとかいろいろあるんで、まあ、それをちょっとこれからちょっと紹介していきたいと思います。それができるようになるとかなり、まあ、それはねもうねナショナルチームの選手とか多分実業団の選手とかねのちょっと向けになっちゃうんで、ちょっとすごいレベルが高い話になっちゃうんで、まあそれはちょっとこれから考えてやっていきたいと思います。タゴ選手は振りがシャープなのにかなりスマッシュが速いと思います。スマッシュには打ち方や体重移動といろいろな要素が必要になると思いますが、筋肉も重要な要素だと思います。あの速いスマッシュを打てたのは他の選手と比べてどの筋肉を鍛えていったからなんでしょうか。難しいなこれ、まあ、基本的にね僕スマッシュ速くありません、そんな言うほど。他の選手にいっぱいいますよ、僕より速い選手めちゃくちゃいます。でもそのやっぱりなんていうのかな、まあ、今でもいるのかな、あんま最近スポーツあんま見ないんで、野球とか見ないんですけど、僕のイメージで言うと、まあこうゆっくりな球をうまく使えるピッチャーで140キロぐらいしかないんだけど、で相手のタイミングをちゃんとずらしているときに140キロストレートを投げると、そうすると相手からすると速く感じると、うん、そういう多分イメージで僕もやってたので、うん、だそういうのが多分うまくできてるから、見てる人に、あ、タオケのスマッシュ結構決まるなとかさ、速いなっていう風な印象付けることができてたんじゃないかなという風に思いますね。うん、だからそこの部分なんていうのかな、実際は大して速くないんだけど、それを速く見せるためのやり方を知ってるというか、うん、っていうイメージかな。そこでね、もう深いね、これね、これね、タオケンね、バドミントン結構真剣に考えてる方なので、こういう質問されると話終わんないんですよ。こういう話ね、話をされると本当話終わんない。
もうね深いんで、どん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 ね、いろんなことがこう言いたくなっちゃうんだけど、それを全部説明してるとすごく時間かかるので、まあ簡単に言うと、そんなに速くないスマッシュを早く見せれてたと。そのための工夫がその前に前提にあって、タオケンのプレーが成り立ってたんじゃないかなっていうふうに思いますね。タオケンあんまりね思いっきりスマッシュ打たないんで、打つときってやっぱり本当にチャンスがあるときとか、ここ勝負どころとか、そういうときしかあんまりスマッシュ打たないんで、そういうのが多分決まってたとき、タオケンのスマッシュ早いなみたいなっていう風なイメージ。あとは流れですよね。流れ、変な話、うわ流れ来てるっていうときにハイバックのクロススマッシュ打っても入るんですよ。変な話ね、究極のことで今言ってますけど、究極に今一番ハイバックのスマッシュが一番難しい、クロススマッシュが一番難しいと思ってハイバックのクロススマッシュ言ってます、言ってますけど、基本的に流れが分かってれば、あここ流れ悪いな、でも1点欲しいからオンライン狙いに行く、その選手勝てません。でもそういう選手いっぱいいます。あここ流れ悪いな、ちょっと真ん中寄りでもいいから、まあ真ん中でもいいしボディでもいいし、ちょっとここはね苦労して1点取ろう、ちゃんとそうやって考えられてる選手は、その試合はどうかわからないですけど、長い目で見たときにすごく何理にかなってる、勝ち星の多い選手っていうのはそういう選手だというふうに思いますね。あここ勝負だ、でもあんまり流れ悪い、例えば18-15で勝ってましたと、ね、16-17取られましたと、ね、あ流れ悪い流れ悪い、そこ1点取りたい1点取りたい、行くと絶対ミス出ます。確率ですよ、確率ね、たまに入るかもしれないですけど、確率で言うとそこでミス出ます。そこでちゃんと苦労して1点取って19-17にできる選手、変な話18-18になっちゃったとしても、それがちゃんと繰り返せるような選手、それはねかなり頭のいい選手だと思います。変な話18-15で負けてて、あ18-15で勝ってて、そのまま21-18で負けましたと、18-21で負けましたと、それでもなんていうのかな、そこの部分をちゃんと理解できてて、ちゃんと理解できてて、ちゃんと実践につなげてられるのであれば、まあこんなのは安易では言えないんですけど、まあそれが正しいやり方だと思うんで、次につながるというふうな考えを陶片は持ちますね。やべえな、これやばくね、今何個答えた質問、4つぐらいしか答えてないでしょ、4つぐらいしか答えてなくてもう20分ぐらい取ってるんですよ。だからね、結構ね、これ難しくて、いろいろ中途半端に伝えるの嫌なんで、タオケン、もう言えることがあったらちゃんと説明したいというのがあるので、ちょっとこれね継続してやっていきたいと思います。今僕がここで言ってることっていうのは絶対ではないし、ただ僕の経験を伝えてるだけで、僕はこうやっていうふうに思うと、タオケンはこういうふうに思うっていうふうなだけの話なので、別にね、いろんな選手が同じふうな考え持ってないと思いますし、それはね考え方みんな違くていいと思うんで、ね、それはタゴケン色を皆さんに伝えてるだけなので、そこはねなんか絶対こうしてくださいっていうのは全くないので、タゴケンが言うことに関しては、その皆さん一人一人それぞれね、バドミントン人生ってあると思うんですよね。いろんな人がバドミントンライフがあって、でその中でそのバドミントンライフをより充実するために、僕の動画がヒントになれば僕は嬉しいので、そういうことを考えてこの企画も全部やってるのでね、ちょっとね今日はねこの辺で終わりたいと思います。来週はね多分京都にもうタオケン行っちゃってるので、動画載せれるかわからないんですけど、ちょっとなんだっけ、日本に帰ってね何ができるか、どういう風な形で皆さんとこうやって、ね、接していけるか
ちょっと多分また考えながらやっていきたいと思います。ということでね、今日のタオケンハウスはこの辺で終わりたいと思います。オッケー、バイバーイ。